源田法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか。いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダー。新谷先生がテンダーで待ってます。
バーテンダーは20年前俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか今もあまり変わってない。ターボか。奥に新谷先生来てるよ。ああ仕事の話なんだまた来ちゃった。あんま飲みすぎんなよマリネ。あの人ターボーの連れなの？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか？いや源田事務所の交際費ってことで。東条会の松金組若頭羽村恭平、お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人と死体遺棄でな。マジで？マジだよ。で松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。ったく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西協力会のヤクザだ。一週間前カムロ町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って？ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと？ああ、3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。実際に羽村が殺したのか？あんたはどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。警察が羽村を逮捕した理由は？理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も東条会と交渉している。となると十中八九殺したのは東条会系列のヤクザだ。で羽村もその一人。もう一つの理由は？事件当日羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。羽村は事件のことなんて言ってんだ？やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。カムロ署までタクシーで行っていい？分かった。
もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。まあまた時間あるときに話そうか。仕事もらえるんなら助かるよ。ならまた手が空いたら来てくれ。まで行かれますか。それでは出発いたします。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ、羽村さん。源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの八神が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。ふざけんな。てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい、八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。
分かったよ。続けてくれ。失礼しました。ではまず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ、ただ警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。その時に協力会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが久米って野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、協力会の下っ端だ。久米は神室町に一人でいたんですか？構想中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。協力会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？神室署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった協力会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘトも持ってねえ。気に食わねえデカだ。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。
八神、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。
ですか。はい、いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます。ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時犯人がうちに来てなかったかって。あんたは何、記者かなんか。まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか。終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか。客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか、わかりました。お忙しいところどうも。少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。俺のことなんて誰も気にしてないんだから。俺だって周りなんか気にしねえよ。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ねわかんない。やだ、超ウケる。あ、少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のことを覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。行った行った。
て。